皆さん、こんにちは。今日は青春18切符で、広島と高松に行ったことをお話しします。福山駅を5時37分に出発しました。車両は広関 L、12編成でした。広島に着いたら、可部線に乗り換えしました。途中の駅でカフェオレ電車を見つけました。厚亀山駅に到着しました。厚亀山駅は2017年のダイヤ改正で開業しました。厚亀山駅の風景です。この車両は 113kb、1編成です。方向幕を撮影しました。見ると黒幕に変わっています。113kb 編成は、2012年に関西から広島へ転属しました。現在は単色化されていて、黄色くなっています。ドアは半自動になっていたので、キノピコペさんがドアを開閉しました。厚亀山から広島までは区波111、2149に乗車しました。広島に着いたら、次は 227KA3 編成に乗って白市まで行きました。白市へ着きました。227KA3 編成は 227K で、一番最初に作られた車両です。白市から糸崎は 115KL、12編成に乗りました。糸崎に着くと、115K 湘南色、岡岡 D、26編成が見えました。よく見ると、半自動ドアボタンがついています。糸崎から岡山までは 117K、6編成に乗りました。岡山に着いたら、快速マリンライナーに乗りました。快速マリンライナーが小島で停車しているとき、昼寝姫ラッピング車 115KD、14編成が見えました。高松から岡山までは 223KB5 編成に乗りました。岡山から福山までは快速サンライナーに乗りました。車両は糸崎から岡山まで乗った E6 編成でした。福山から松永まで 115KR3 編成の区波115、2516に乗りました。この車両、元 113K でした。松永から福山までは 115KA12 編成に乗りました。福山に着くとなんと 117KE5 編成ファジアーの岡山ラッピング車が停車していました。全体の画像です。福山から府中までは 115KD23 編成に乗りました。府中に着いたらキノピコペさんが手でドアの開閉をしました。府中から福山までは雲波115、302に乗車しました。D23 編成を撮影しました。前面部も撮影しました。最後に福山駅前を撮影しました。2016年7月1日、福山市は100周年を迎えました。南口の風景です。おまけ画像、府中のコンビニでプリンを買いました。移動距離は565キロでした。長すぎ、わら。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。